湯だった。それにお布団敷いてあるのも最高だね。旅館はいいね、すごくいい。けどお兄ちゃん、宴会戻らなくて平気だったの？抜け出しっぱなしになっちゃってるけど。そうだね、みんな飲んでて騒いでて、お兄ちゃんと朝日がいるかいないかなんてきっと誰も気にしてないか。だったら消灯時間まで、お兄ちゃんが自分の部屋に戻らなきゃいけない時まで、朝日と一緒にのんびりしなくちゃ損だよね。ねえ、朝日のお膝の上においでよ。久しぶりに。朝日、耳かきしてあげるから。お久しぶり、お兄ちゃん。朝日の耳かき屋さんにお帰りなさい。なんかこればっか言っちゃってるけど、ほんと耳かきも何年ぶりって感じだよね。お兄ちゃんの耳、ずいぶん大きくなった気がする。お耳の中はどうかな。はあ、そっかそっか。ぶっちゃけそこそこ汚れてるね。お風呂入ったら耳の浅いとこはタオルとかでこするけど、ちゃんと耳かきはしてないみたいな。図星でしょ。ま、朝日的には逆に嬉しい感じだね。耳かきしがいがあるしさ、膝枕たっぷり長時間してあげられるし。そういうことで、サクッと耳かき始めちゃおっか。じゃあね、まずは浅いとこ。あ気づいた？そう、耳かきも昔と同じ。アスナロシルバー。懐かしいでしょ？じゃあ、行くよ。お兄ちゃん気持ちよさそう。お耳あったかいからきっと金属耳かきのひんやりが効くって感じなんだろうね。それにさあ、性能自体もいいもんね。アスナロシルバー、この独特の粘っこさっていうか、しなりがさ、よっとくっついてるのをかき出す時も、よいしょ、深くにあるのをすくう時も、めちゃめちゃ役立ってくれる感じで。
いさ、最初はさ、耳かきなんてしたことなくて、どれがいいかもわからなくて。だからね、名前で選んだんだよ。アスナロシルバお兄ちゃんならわかってるって思うけど、浅いところはこれでオッケーっぽいかな。じゃあ深いところも行っちゃうからね。動かないでね。いい子にしてて。よいしょ。奥はもっと汚れちゃってるね。少し詰まったみたいになってる。けど、朝日さんに任せてくれれば。ねえ、サクサク掘れちゃうからさ、安心してくれて大丈夫。もちろんアスナロシルバーの高性能にも助けられてるけど、そうだったそうだった、名前の話ね。朝日自身の名前がさ、木曽五木。昔も今も朝日が機関車で木材をガンガン運んでる。木曽の森林を代表する5つの木の名前から来てるじゃない。アスナロ、サワラ、ヒノキ、ネズコ、コウヤマキ。代表的な5つの樹種の頭文字を取って、アサヒネコ。まあ、基礎語僕の覚え方よね。木曽森林鉄道にさ、朝日は朝日の蒸気機関車オールドウィンと一緒に
一番最初に迎えられたじゃない。だから朝日猫の朝日を取って朝日になったの。ホールドウィンは冥黒のメーカーだからね。向こうの工場をロールアウトした直後はそりゃアメリケンな名前がついてたんだけど、一発で気に入っちゃったね、朝日って名前。当時は名前の意味も何にも分からなくて、朝日って響きがいいなーって、それだけで。話してる間に右耳どれどれ、綺麗にできたね。久しぶりにしちゃ上出来でしょ。なんか耳かきすっごくしやすい感じもしたし。相性ってやつなのかな、お兄ちゃんと朝日の。最後の仕上げもバッチリな相性で気持ちよく丁寧にしてあげるからね。梵天掃除こそこのアスナロシルバーの最大の特徴だし、木曽五木の代表朝日猫の筆頭なアスナロの木と同じ名前だけあって、アスナロシルバーの梵天部分は無限の可能性を秘めている。お掃除簡単な取り替え式、普通推奨されるのは脱脂綿を巻いてアルコール含ませてなんだけど昔からのお兄ちゃんの好みに合わせて朝日のアスナロシルバーは木綿の梵天、粗めの木綿にアルコール含ませたのでゴシゴシお耳のチリまで掃除するから期待していいよ。じゃあ始めるね。木綿だからね、ゴシゴシいくよ。こする感じでゴシ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 。
じかな。あとは一番下のくぼみのところと、アルコールで拭いた直後だから余計にひんやりするでしょ。気持ちいい？ならよかった。ってことで、右耳はこれでおしまいだと思うけど、最終チェック。ここはOK で、鼻の方もいい感じ。きれいきれいのピッカピカだ。まるで赤ちゃんのお耳みたい。左耳もピッカピカにしてあげるからね。今度は左が上になるよう体ゴロンして入れ替えて。朝日がせーのって言うからさ、そしたら寝たまま体ゴロンだよ。いい？引くよ。せーの、ゴローン。